待てこら、後悔するぞ。今俺をここで殺せなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は国道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。ああ本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地最後まで貫かせてもらう。キリュウてめえ、あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。